今回は2024年1月に建てられたスレを紹介します。2068年から来たけど質問ある？かっこ答えれないこともある？2068年から来たけど質問ある？記憶が曖昧とかでわからないこともある。過去に戻るにあたって流してはならない情報もある。学歴は？高校卒業。病院戻りなよ。そ、プランドっていつ合法化されるの？俺の座席いつまでも戻ってこない理由はこれさ。自業自得だからいいけどさ。そ、プランドなんかよりもいいものができる。何？ VR の進化版ができる。タイムマシンってどんな形してる？電車によく似てる細長い。メタバースってどうなったの？霊夢から娯楽いろんなことが可能です。それこそそ、プランドの進化系です。滞在できるのはあと3日です。信じてもらえないでしょうが、なるべく答えられるものは答えていきます。石油ショック、食糧難、戦、これらは起こった？未来から来た証拠が増幅してよ。石油はもうほとんど使われていません。食糧難は起きていません。かっこ日本。起きかった戦は起こりました。かっこ日本は、による功は受けない、使っていない。なんなら証拠になるでしょうか。AI の進化はどうなっていると思う？とてつもない進化を遂げます。なんで68年から来たの？68年では取れないもの、かっこ石油生物などなど、を採取するため。未来のファッションについて教えて。ファッションで大きく変わることはありません。北朝鮮ってどうなるの？北はインドになります。ボールシフトは起こる？起こらない。金牌の結果教えてや。賭け事、これからの景気に関わることは、流出を固く禁止されています。何歳ですか？ 39。言うみたいな世界観が来そうだね。質問ないので言いたいこと言っときます。2024と2025は控えめに言って最悪なことしか起きないです。自分の身は自分で守れるようにしましょう。どんな最悪なことが起きるか言えよ。想像できる範囲でいいから。地震は今起こってるのが全てではない。アジアで戦、がある。2024で最悪な事件が起きます。災害が起きるん？事件ってなんだろう？第三次世界大戦はいつ起きた？災害はこれからまた起こります。事件に関しては流出を禁止されています。2030までには起こります。事件は経済に関すること。日本国内で大きな問題になります。アジアだったら台湾で戦、起きそう？戦、について詳細も流出は言えません。答えは起こらないとは言えない。そういう憲法ができました。近い未来来ます。2068年にどうやって変えるの？変える必要はない。なぜならその時間までに起こることはすでに知ってるから、阻止するも実行するもあなた次第。でも見たことによる責任が伴う、途中リタイアすることは、すなわち歴史の修正力によって存在が消されることも意味する。そしてできる第三次はなるべく少なく減らしていくということで。時間が来たら滞在していた時間に戻ります。そういう SF 映画みたいなことは存在しません。一度でいいから花持ちたかったんだけどよ。だよね、時間は不可逆だものね。なら面白い話があります。UFO の正体がわかります。日本はもうないでしょ。日本今でもあります。カンって知ってる？知ってます。出発したところに特殊な装置でも置いてあるの？あります。時間を移動する特殊な装置の利用料は、現在の日本円でどのくらい？誰でも利用可能なわけではないので、利用料はかかりません。お前のじいちゃんやひいじいちゃんの世代と話してるんだから、もう少し敬意持とうや。いえいえ、ここまでの日本の基盤を作ってくれた方に感謝です。民間企業の人？それとも役人？タイムトラベルをする仕事ができます。立場上は公務員です。プロ野球はまだ12球団。野球のチームは詳しくないですが、新しいチームが出た情報は聞かなかったです。終わってしまったかはわかりませんが、見かけなくなりました。感謝暮らし？それとも民間の賃貸に住んでる？感謝です。瞬間移動できるようになった？残念ながらできません。瞬間移動できないのにタイムトラベルはできるの？皆さんが思っているよりタイムトラベルの仕組みは単純です。感謝の家賃は現在の日本円でどのくらい？月6万程度です。みんな新ニーザで SP500、かっこ米国株、とか買いまくってますが、株はどうなってますか？未来の景気につながることは教えられません。2068年の世界 GDP ランキングトップ4教えて。詳しくは覚えてませんが確かドイツが1位。2068年の通貨単位だといくら？変わらず円です。10万円札が出ます。富士そば一杯いくら？わかりません。2068年でも感謝の家賃6万円のままなの？少し税金で負担されています。地球温暖化はどうなってる？続いてます。世界人口と日本の人口。人口に関しては認知してませんでした。かなり増えたことは確かです。高齢化はなくなりました。宇宙移住は？テラフォーミングはできていません。ニーザはまだ非課税？何買えば儲かる？ニーザはまだ非課税です。VIP はどうなる？5チャンネルなどはありません。新しく掲示板が開設されます。まだ釣り宣言はしないの？近いうちに私が本物だとわかるでしょう。金牌の結果。賭け事に関することは情報を流すことを禁じられています。未来について説明をさせていただくと、人間一人一人にはそれぞれ違った未来があります。一つ一つの行動が未来を変えていきます。ですが未来には固定点というものがあり、未来がどう変わっても震災は必ず起こります。
固定点は必然的に起こる未来です。語彙力皆無ですみません。よって私の言った未来と皆様の未来では多少のズレが生じます。災害、戦、などは固定点です。掛け事も、株も。天皇誰？元号は？元号は答えられない。天皇は興味がなくわからない。ドラクエいくつまで出てる？ドラクエ興味ないけど新作は出てた。情報開示禁じられているのに、静止の情報開示する矛盾どうなのよ。もっと設定練ってくれ。ギリギリのラインを攻めてるので、答えれる範囲で答えています。廊下に関してはどうなってる？かなり改善した。どこ大卒？高卒だが公開はしない。米国は内紛した？国が分裂してたりしない？米は大丈夫。た、個数？全然数。ジョンタイターさんか、医療保険制度は破綻してますか？していない、なんなら良くなってる。良くなってるのは医療者目線、患者目線。自費診療はどうなってる？患者目線、そもそも病院でかかるお金が変わる、4割負担になる。ちなみに治らない病気がほとんどなくなる、癌は手術しない。年齢層は？若年者と老年者と保険4割だと、医療自体受けられる人が限られそうだな。これは答えられるのかわからんけど、iPS 関わって、病気自体なくなるってことなのかな？若年層はずっと300円、年齢層は関係なく受けられる、詳細には説明できない。病気がなくなるわけではない、ただ驚くほどの医療の進歩がある、病気で手術はあまり効かない。手術の設備ってある程度使わないとやっていけなくなるから、病院閉鎖続出してるとか、手術できる病院が限られてるんじゃないのか？それと合わせてヘリが飛び交うようになるとか。そもそも病気にかかる確率が超絶少なくなる、マイクロチップで24時間に1回健康診断してくれる。病院は今とあまり変わらない。2068年はた、コスト箱何円？セブンスター1200円。これは高すぎて買う人限られるから、病気減りそう。まず神田、こうする人がほとんどいない。神田、子は完全に嗜好品になった。税金は、ほど高くなったのか、生保の制度でもなくなった？生活保護は受けれる。受けてる人激減してるんじゃない？2068年の自販機のジュース何円？じゃ、水はこっちとあまり変わらない、ジュースは余裕で200超える。なぜ5チャンネルにスレを立てることになったのですか？普通この時代ならツイッター、かっこ X、じゃないですか？大きな注目は避けたかった、よって5チャンネル。今回のタイムリープの目的は？この時代でしか取れないデータを取りに来た。じゃあこれを大きな声でたくさん拡散していい？5チャンネルには意地悪き者がたくさんいると思うけど、それは許されてるの？自分の口が滑らなければ大丈夫。スレ立ての目的の方。単なる暇つぶし。過去に行くのって技術的に不可能って言われてるけど、どういう技術を使ってどこの国が最初に開発したの？相対性理論をもってしても過去に行くのは不可能と言われてるけど、それを超える大天才がいるっていうことくらい、過去に来ることを許されてる人材なら事象の紹介くらいしてもいいんじゃないだろうか。マイクロブラックホール生成とか、ワームホールとか理論上は言われてるわけだが、ワームホールってワープに限定されていなかったっけ？かっこ勉強不足ですまぬ。ほんと天才とかじゃなくて、視点の問題、どう見るかでそんだけかってなる。これは言えんやろ、そもそも技術的に不可能って覆ってるものもあるしな。これがまた面白くてそんだけって感じなので、お楽しみに、どこの国とかはまだ言えない。住民の思考に合わせてるんだろうけど、こういう予言って大体、中、とかん、崩壊してるよな。中、は自滅と言ってよかった。日本に、落ちないと聞いて、迷ってたけど、シェルター買うのやめるわ。ちなみに落ちる国ってどこ？どこに落ちるかは言えないんだが、シェルターは持っていてもいいぞ。日本人口は何人で、世界ではどこが一番人口多い？ドイツが一番多い、日本は増えたけど何人かは知らん。どの学問がベースとなる？量子力学？それくらいは答えてよ。だから俺は科学って感じのは弱い、原理はすごい単純。SF ごっこにしても固定点は、設定あるぞ。固定点っていうか原人類が絶対動かせない地殻変動ですね。歴史的な意味で言えば固定点はないはずだけど。関ヶ原の戦いは起こらないようにする方法はあったわけで、自然災害は確かに止める術はないわな。それを固定点って呼ぶのかな？未来人は。このスレの質問程度、2068年の AI でしかも過去に行ける技術があるのなら、速攻答えるくらい余裕そうだけど、2068年に戻って一生懸命まとめてるのかな？44年前に来れる人が。2068の技術をこちらに持ってくるのは許されていない。ここまでのレスって、想定外だったんですか？10分暇つぶせればいいかなと思ったら、200行くとは思わなかったですね。私自身が固定点にならないように質疑応答していきます。チャット GPT ってご存知です？未来ではどうなっていますか？あんなのは可愛いものです。どういうことやねん。地球の内部探査は？はどうなってるか証明できた？え、まだわかってないんかそれ、知らんかったわ。そういう科学って感じのはわかりません。要はタイムリープの原理をみんな知りたいんや。そんな簡単って言うけど、現段階では観覧深く乗り越えても実用化困難って思えるからね。あまり詳しいことを言うとよろしくないので分かりやすく言うと、みんなが思ってる100倍単純なこと。ワープ、移動という概念を捨てた方がいい？
全く意味不明と思います。過去に行くということは、時代を逆行できるということです。歴史の教科書を作り変えることも可能です。それが44年後で可能なのでしょうか？それは可能だが新しく固定点を作ることになる？それはまた面倒くさいことになるので禁止されてる。イッチ、バタフライエフェクトは気にせんでええんか？暇つぶしでも影響あるんと違うか？確かに小さなことで大きく未来は変わるが、それは固定点ではない限り後からどうにでもなる。それは違うぞ、長期的に予測不能、例えばイッチが、でからのことはどうなんとかするんや。俺以外にもこの仕事をしている奴はいる。ちなみに未来にも行ける、頑張ればどうにでもなる、固定点はどうもできない。未来の台湾ってどうなってるの？日本になる。技術的な話はしてはいけなくて、まとな話は許されてるの？なぜそうなるとかその辺はダメ。自分たちの都合のいいように世の中変えられるやん。それはドッキン法とか大丈夫なのか？あるいはディストピアになっているのでは？あと仕事中に暇つぶしとか、今の日本では普通にあかんのやけど、君らしかその仕事できないってことは、国家資格みたいなもんか？こっちで言ったら兵隊とかありません。取ってきて欲しいものあるから2024行ってきてです。帰る過去未来は国で話し合って改ざんします。その理由は？その技術って2068年では当たり前なんだよね。今の時代に知られたらまずい事情って何？人口に大きく関わることがある、タイムトラベルの技術についてもう一つ教えるとしたら寿命が関係する。これ以上は言えない。あなた以外にタイムトラベラーは存在する？昔にチャンネルで発言をした2062氏は面識がありました。2062はいつの時代？かっこあなたの何歳上、同年代の職場仲間はいないの？この職業生まれた年と年齢が違うので上下関係がありません。職業病ってやつです。地球全部関わるのに世界の意見が一致するわけないやろ。だから、ディストピアって言ってるんよ。それか共産性、なのか？銃、が震源のドミノ理論でも流行ってる？どうしたらより良く元に戻すかが論点なので。だから、世界で話し合っても一致しないって。ましてバタフライエフェクトみたいな問題まであったら、年中無休で会議やぞ。今でもだけど、国によって発言力違うしそこはどうなってるの？戦、一つとっても対立国は当然意見一致させられないだろうし。そこに軍需景気を求めてる国も関係してややこしくなる。そんなこと単に元に戻す、なんて言葉でできないやろ。だから世界中が共産国にでもなったのかって言ってるんや。そもそもバタフライエフェクトが起きたことがありません。しっかり起きないような対策は出されてるようです。俺は詳しく知らない側だが、もし起きた場合国で会議するであろうということ。そもそも私は聖火ではないので、専門的な知識はないです。起きたことがないなんてわからんでしょ。それか多世界解釈なのか。年号なんだった。年号は言えない。心眼判定は言語を答えられるかどうからしい。適当言われても絶対わからんけどな。ところがどっこい、ある程度の知識がないとそれなりの回答ができないのよ。ところがどっこいって未来でも使われてるのか、すげえな。はい、そうなんか、確かにどんな意味でどこから取ってきたとか、相当白色やないとすっと嘘つけんか。この時代で使われている言語に差は感じますか？あまり感じない。人間と宇宙人が出会うことはあるの？残念ながら2068までに宇宙人は発見されません。生命体は発見されました。医療進んでるなら不老不、実現してる？していない。一致質問追加、ハビタブルゾーンって何か計画進んだ？今のところ生命体が見つかったのは何個かある。生命体とかそういうことじゃなくて、有名なとこだとか星みたいなところが候補だと思うけど、そういう地球以外に住めるとこについて、計画はないのかってことや。テラフォーミングは火星でするであろう。ウクライナとロシアは今後どうなるの？少しずつ終戦に向かっていったって、歴史の授業でやった覚えがある。それは俺でもわかる。車もしばらく空を走る予定もなさそうか？ないな。好きな食べ物は？こっちに来て海鮮物がうますぎる。海鮮物は今のうちに食べた方がいい。今回のスレはここで終わりです。いかがだったでしょうか？皆さんの意見もぜひコメントしてください。